と知らないようなお店行きたいと思って東京から行って、東京になんか一人で行きます。まあ、良くも悪くもいい街ですよね。出てくるきっかけはなんか、なんかマッチングアプリでなんか男の人と会って、それでその男の人に会いに行こうと思って、その人はなんかメンツ変えてました。あ、そういえば私質問受けたことあるんですよ。言えないけど、まあ、彼も捕まっちゃって、ただその近日後に私も3日間なんかちょっと警察のところにお世話になってたって感じですね。懐かしい、いろいろ思い出す。まあ彼とはちょっとまあ終わり、なんか関係が終わっちゃって、そこでそれで今なくなっちゃったんで、どうしようかなって思った時にもう一回毎日めちゃめちゃ大喧嘩して、それで、まあ、違うホストもなんか行ってみようかなと思って、なんか外販とか通したりして、なんかいろんなホストに行き始めましたね。あ、その人なんか前指名したことあるな、見たことあるわ。なんかこの辺のホストは結構合ってますね。
あんま出会ったことない出会ったとしてもそこまで出会ったことないけど、その3種類に分けたら港区女子の方が会ったことあるかも。そんなことはない。そうそう、ピエも好き。違う、ピエも好きだけど、そのなんて言うんだろうな、泣かないで、可愛い。しかもツインテールこんなに似合ってるかマジ見たことない。お久しぶりですか。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。レンもはじめまして。あれや、お前よ。先生じゃないか、覚えてない。いやいや、僕も急用すぎて覚えない、本当。あ、逆にね。逆に。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。どういただいていいですか。どうどう。ちょっと待って。No。いや、ゴールデンアップです。はい。何で？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 めっちゃいいことそうだから、なんか騙されないから心配。でも本当にめっちゃ来る人がいそうじゃない？やっぱり。でもマジ人がいそう。え、そうだよ。自覚ないの？
ありがとうございます。嬉しい、めっちゃ嬉しい、めっちゃ可愛い。ありがとうございます。いやもう本当に最高だよ。そう、ごめん、今日ちょっと厳しい。いやいや、そう、まあ、ごめんね、まあ、ちょっと今日行くとはいけない。うん、ごめん。またしょっか。またしょっか。またしょっか。しょうがないですね、レト君人気なんで。次は、アフター。